はじめまして、岡野慎一郎と申します。私は在米22年目、12年前にアメリカで起業し、カリフォルニアで最も古い日系米農家、ファームズ米を全米に販売する仕事をしています。夫婦二人だけの小さな販売会社ですが、おかげさまで現在は日系、韓国系、タイ系、フィリピン系に加えて、エラモンなんていうね、健康志向系のスーパーマーケットなどでお米を扱ってもらっております。また、コーダファームズのオーガニック米の美味しさをアメリカ人に知ってもらうために、カリフォルニア州のファーマーズマーケットで、おにぎり、寿司などを売るライスマンというお店を運営しています。今でこそ常連さんたちはライスマンなんて呼ばれるようになりましたが、私はもともとお米には全く関係のない映画業界の人間でした。22年前に渡米して、やがて映像制作者としてハリウッドのローカルテレビ局に勤務。雇われの映像プロデューサーとしてテレビ局が制作する全ての番組を統括したり、ハリウッドで劇場公開の映画を3本ほど作ったりと、エンターテインメントの世界で生きてきました。しかし2007年、私は映像制作中の事故で両足背骨を骨折し、肺塞栓まで併発する命に関わる大怪我を負いました。輸血をしながら、その手術はかなり危険な内容で、妻は病院からの、もし手術が失敗して命を落としたとしても病院を訴えないという念書にサインをしたそうです。まあ手術は無事成功しました。目を覚ました私を待っていたのは、クルーザー1台が余裕で買えるほどの金額が記載された病院からの請求書。アメリカの医療費は噂通り異常なほど高額でした。借金をしてこの費用を病院に返済したとしても、私にはその元金を返す力はありません。では借金を踏み倒して日本に帰る。そんなことはしたくない。私は車椅子に乗って何度も病院と交渉を重ねました。粘り強い交渉の末、私の手術を担当してくれたムーン先生という外科医の恩情もあり、その病院で日本語のボランティアとして一定期間勤めることで治療費を免除してもらえることになったんです。アメリカの医療費は残酷なほど高額ですが、情け深いところもあるのだと初めて知りました。結果的に私はアメリカという国とムーン先生のおかげで命拾いをしたんです。しかし、次に待ち受けていたのは先の見えない車椅子生活。もはや雇われの映像制作者として以前のように会社に勤めることは難しく、たちまち家計は火の車になりました。かねてよりサラリーマンプロデューサーという仕事に限界を感じていた私は、ここでローカルテレビ局を離れる決断をしました。仕事を勝手に辞めてきた私に対して、妻は愚痴の一つも言わず、彼女が趣味で始めていたコーダファームズのオーガニック米の販売を一緒にやろうと言ってくれました。というのも、妻は数々の炊飯器や精米機を日本から持参したり取り寄せたりして、お米の炊き方の研究をするほど、お米という食べ物に並々ならぬ愛情を注ぐ人だったんです。そんな妻がアメリカで惚れ込んだのがコーダファームズのオーガニック玄米だったんです。この玄米への愛が高じて、妻はコーダファームズのお米の販売権を買い、たった一人でお米の販促活動を始めていました。私の失業をきっかけに、それからは夫婦二人で必死にお米を売りました。申請を通すのが難しいと言われるファーマーズマーケットでお米を販売できることになり、夫婦二人で二手に分かれ、 LA 中のファーマーズマーケットで販促活動を開始。何かに取り憑かれたように声を枯らして売りまくりました。そして白人富裕層の支持を得て、コーダファームズのオーガニック米は順調に売れ行きを伸ばし始めました。2011年3月11日、東日本大震災が発生。福島の放射能汚染問題はアメリカでも連日大きく報道されていました。コーダファームズの創業者コーダ慶三郎は福島県の出身で、福島から渡米してアメリカで米作りを始めた人です。その歴史はコーダファームズのウェブサイトに書かれていたのですが、 3.11 をきっかけにそのウェブサイトの内容が誤解され、コーダファームズの米は福島県で作られているという噂が広まり、ばったりと米が売れなくなってしまったんです。でも事実は違います。コーダファームズの米はカリフォルニア州で作られているカリフォルニア米です。100年も前に日本の帆掛け船、
という品種とカリフォルニアのカルローズという品種を掛け合わせ、優秀な苗のみを育種して作られた米なんです。この事実をなるべく多くの人に知ってもらうために、私ができることは映画を作ることでした。映画プロデューサー時代からお世話になっていた日東タイヤ有限生産に協賛していただき、96分のドキュメンタリー映画シードを制作しました。コーダファームズの創業者コーダ慶三郎のレガシーや日系移民100年の歴史、科学的根拠も紹介しながら、コーダファームズのお米の安全性と美味しさを描いたんです。カリフォルニア以外の州でも上映会を開き、たくさんの方々に見ていただきました。するとこのお米を食べてみたい、販売したいんで事業契約をしてほしいという人々が現れ、再びお米が売れ始めたんです。やっぱり映画の力はすごい、やっぱりエンターテインメントの力はすごい、特にこのアメリカではそう実感した瞬間でした。2022年に友人の映画関係者から、日本の米農家の若者がお米にリスペクトを取り戻すというスローガンを挙げ、クラウドファンディングで得たお金でロサンゼルスに来てお米を炊くパフォーマンスをするらしい、日米のお米の専門家同士で情報交換してみてはと提案されました。今までにも熱意ある日本の米農家の方々がアメリカへの販路拡大に協力してほしいと私の元を訪れてくれていました。でも法律的にもアメリカのビジネス慣習的にも、私の販路に純日本産のお米を組み込んでいくのは至難の業でした。農水省の助成金も試みたんですが、助成金は日本からアメリカに米を売ることが目的であって、アメリカで法人を持つ私が日本から米を買うのは助成の対象にはなりません。まだ日本からは農水省の助成を得て、たくさんの日本米がアメリカに入ってきてはいますが、その日本米はアメリカにある日系スーパーマーケットに並ぶだけで、アメリカ人が日常的に使うスーパーマーケットに出回ることはありません。農水省の助成で海を越えた純日本米はアメリカ人の口にはほぼ入っていないのが実情なんです。そんな背景もあり、日本の米農家さんと交流を持っても期待させるだけで結果を出してあげられないので、正直あまり乗り気になれませんでした。小黒兄さんと呼ばれていたその米農家の方には、ひとまず私の作った映画を見てもらうことにしました。そして日米の米のやり取りは非常に難しい要素があることを理解してくれるならあっても良いと返事をしました。すると小黒兄さんは私の映画を見て長い感想文を書いて、私に会いたいと切望してくれたんですよ。交流を重ねて分かったことは、小黒兄さんは自分の米の販路拡大ではなく、米農家業界に風穴を開け、お米を作る人々、お米を炊いてくれる人たちに感謝とリスペクトを取り戻したいと心から願っていること、そのために彼の愛するヒップホップカルチャーに乗せて米を炊く文化を海外に広め、米の消費増大を目指しているということでした。私自身、自分で作った映画をたくさんの方に見てもらってお米を売ってきました。エンターテインメントの力で風評被害を打破しました。だからこそヒップホップカルチャーというエンターテインメントの力を借りて、お米を炊く文化を世界に広げたいという小黒兄さんのアイデアと情熱を否定することはできませんでした。ロサンゼルスを訪れた小黒兄さんと会ってみたらすぐに意気投合。日本の食卓を支える重要な役割を担いながら、その苦労は理解されづらいという米作りの宿命、さらにコロナ禍による米の消費量の減少で打撃を受け、暗いムードに包まれている日本の米農家の現状、それをエンターテインメントの力で変えたいと願う彼の熱意に押されました。そこで私は小黒兄さんをファーマーズマーケットに招き、そこでアメリカの子供たちに向けておにぎりを作るデモンストレーションをしてもらうことにしました。小黒兄さんが丹精込めて育ったコシヒカリでおにぎりを使って1日限定で販売することに。販売前の試作品として彼のコシヒカリを預かり、最高の炊き加減でおにぎりを作ってみました。私は米の販売をしていて常に米を食べているので味にはうるさい方です。そして私が販売するコーダファームズの米はカリフォルニア産ではありますが、かなり美味しいと評価を受けていました。でも小黒兄さんのおにぎりを一口食べた時、私の体に衝撃が走りました。一口噛むごとに、まあ、もうねっとりもっちりとしたお米がですね、こう喉のひだに絡みながら食道に落ちていくんですよね。そして残る甘い後味、このコシヒカリはレベルが違う。
その翌日ファーマーズマーケットに集まったお客さんは小黒兄さんのパフォーマンスをとても楽しんでくれました。そして彼のコシヒカリで作ったおにぎりを食べ、たくさんの美味しいと感謝の言葉を私に伝えてくれたんです。今でも小黒兄さんのコシヒカリを食べたお客様から、あれどこで買えるのなんてね、なんていう種類のお米なのとか聞かれるんですよ。アメリカの食事はまずい、だからアメリカ人は味覚音痴だなんていう人がいますが、それは今や違った認識です。世界中から美味しいものが集まるアメリカで、彼らの味覚は確実に進化しています。アメリカにも確実に純日本産米のニーズはあるんです。当然私の頭にこんな考えがよぎりました。個人で輸入できる量を日本から取り寄せておにぎりにして売れば、アメリカのお客様に日本の本当の美味しいお米の味を伝えることができるんではないか。でも日本の一等米の値段はただでさえ高額です。それをアメリカに輸送するとなると、輸送費と倉庫費が上乗せでかかります。どう考えても商売としては赤字です。また個人輸入でも商売に使う量を頻繁に注文していると政府の査察が入るんだそうです。個人輸入で日本の本当に美味しい米をアメリカ人のお客様に食べさせてあげるという夢はまた夢のままに終わりそうでした。そんなある日、あのムーン先生が偶然お客様としてファーマーズマーケットに来てくれました。ムーン先生はあの大事故の時に情けをかけてくれた私の命の恩人です。先生は妻が小黒兄さんのお米で作ったおにぎりを食べながら、このお米はコシヒカリ？と聞いてきました。なんとムーン先生は旅行で新潟や北海道に行って、コシヒカリやゆめぴりかに感動した経験があるって言うんです。また日本の美味しいお米が食べたいなぁ。このムーン先生の言葉で私もようやく腹をくくりました。日本の米作りのドキュメンタリー映画を作って、日本の農家とアメリカ人の食卓を直接つなげたい。私は今年でもう60歳。私の命を救ってくれたムーン先生や私の生活を救ってくれたお米に恩返しをしたいんです。今の私にできることは、日本の美味しい米の情報をアメリカ人に届けること。 3.11 の風評被害を克服した時も映画を作り、たくさんの人々に見てもらい、真実を伝えることができました。今回の目的を達成するために、私がやるべきことはやはり映画を作ることだと明確に思いました。私は時間の許す限り日本の米どころを回り、丹精込めて米作りをしている農家を取材させてもらい、なぜ日本の米はここまでうまいのかを検証していくドキュメンタリー映画を作りたいと思っています。小黒兄さんも少しずつ自身のライスプロジェクトの一環として、すでにカメラを回し始めています。セカンドシーズンとして小黒兄さんの活動を軸に、日本各地の米農家を紹介する映画を作りたい。映画の完成後はアメリカで自主上映会を開催したり、全米で開催される映画祭にも出品します。たくさんのアメリカ人に映画を見てもらうことができるでしょう。観客の中からは個人輸入で日本の農家から直接米を買いたいという人々が出てくることは、今までの経験から間違いないと断言できます。そして何よりお米はグルテンフリー。アメリカでは最近小麦などに含まれるグルテンの体への悪影響を考慮して、グルテンを避ける人が増えています。グルテンが含まれていないお米はそんな人たちにとっての救世主。私たちにとってもこのグルテンフリーのトレンドは、アメリカでお米を炊くという文化を広める大チャンスなんです。ドキュメンタリー映画の自主上映会場では、日本人スタッフが手続きの代行をすれば、日本の米農家とアメリカ人の食卓を直接つなぐことも夢ではなくなります。このドキュメンタリー映画を作るために350万円の費用が必要です。どうぞこのクラウドファンディング応援してください。